様々な生物で産生される、様々な脂質結合型オリゴ糖を具体 N、結合型グリコシルカとは、オリゴ糖を、タンパク質のアスパラギン即座のアミドの窒素原子に、付加することであり、N グリコシルカとも呼ばれる。このタイプの結合は、新核生物の一部のタンパク質の構造と機能の、両面で重要である。N、結合型グリコシルカは、新核生物に加えて、 古細菌でも広く生じるが、細菌では極めて稀である。糖タンパク質に付化される N 結合型糖鎖の性質はタンパク質や発現した細胞によって決定され、生物種によっても異なる。様々な生物種が様々なタイプの N 結合型糖鎖を合成する。糖タンパク質には2つのタイプの結合が関係している。糖鎖の糖残器の間の結合と、 糖差とタンパク質を連結する結合である。糖差内の糖は繰リコシド結合で互いに連結されている。これらの結合は典型的には糖分子の1位と4位の炭素の間で形成される。繰リコシド結合の形成はエネルギー的に不利であり、そのために分子の ATP の加水分解と協約している。一方、糖差のタンパク質への結合には コンセンサス配列の認識が必要である。N? 結合型搭載はほぼ常に、A ーズン X セール THR コンセンサス配列中のアスパラギンの窒素原子に付加される。X はプロリン以外の任意のアミノ酸である。動物細胞では、アスパラギンに付加される搭載はほぼ必ず、β 結合型 N、アセチルグルコサミンである。 この β 結合は上述した、糖査構造中の糖の間の連結と類似している。アノマー炭素は糖のヒドロキシル元に付加される代わりに、アスパラギンのアミドの窒素に付加される。この連結に必要なエネルギーは、糖リン酸結合の切断から得られる。N、結合型糖タンパク質の生合成経路。N、結合型糖砂の合成は、小胞体で開始され。 引き続きゴルジ体で行われ、細胞膜で集結する。細胞膜では、N、結合型糖タンパク質は分泌されるか膜に埋め込まれる。N、結合型糖差の生合成は3つの主要な段階を経て行われる。ドリコール結合型線具体オリゴ糖の合成タンパク質への線具体オリゴ糖の転移オリゴ糖のプロセッシングオリゴ糖の合成、転移、初期のトリミングは、 小胞体で行われ、その後の動作のプロセッシングと就職は、ゴルジカラダで行われる。N グリカンの構造は多様であるが、すべて共通の経路で合成されるため共通した、コア構造を持つ。コア構造は、本質的には2つの N、アセチルグルコサミンと3つのマンノースから構成される。その後、コア構造はさらに就職され、多様な N グリカン構造が形成される。N? 結合型グリコシルカカテはドリコール結合型グルクナックの形成から開始される。ドリコールはイソプレン単位の繰り返しからなる脂質分子である。この分子は小胞体の膜に結合していることが知られている。糖分子はドリコールへピロリン酸結合を介して連結される。その後、様々な糖分子が段階的に付加されていくことでオリゴ糖差は伸長し、 セングダイオリゴ糖が形成される。このセングダイオリゴ糖過程は2つのフェーズからなり、ここではフェーズ I、フェーズ I と呼ぶ。フェーズ I は小胞体膜の細胞質側で行われ、フェーズ I は小胞体膜の内空側で行われる。タンパク質への転移の準備が整ったセング体分子は2個のグルクナック、9個のマンノース、3個のグルコース分子からなる。N 結合型グリコシル化過程における線具体オリゴ糖の段階的合成。この模式図では表に記載されたフェーズ1とフェーズ2の各ステップが記されている。栓具体オリゴ糖が形成されると完成された糖砂は小胞体内空の新生ポリペプチドに転移される。この反応は糖素リン酸間の結合の切断から得られるエネルギーによって駆動される。 倒査が新生ポリペプチドに転移されるには3つの条件が存在する。オリゴサッカリルトランスフェラーゼは小胞体内空に位置する翻訳中のポリペプチドのコンセンサス配列の認識と潜具体倒査の転移を担う酵素である。N? 結合型グリコシルカは翻訳と協約したイベントである。小胞体とコルジ体における倒査のプロセッシング N。 結合型糖載のプロセッシングは、小胞体とゴルジカラダで行われる。初期の線具体分子のトリーミングは、小胞体で行われ、その後のプロセッシングは、ゴルジカラダで行われる。新生ポリペプチドへの完成した糖載の定義に伴って、グリコシダーゼと呼ばれる酵素によって一部の糖残基が除去される。これらの酵素は、水分子を用いて、グリコシド結合を切断する。 これらの酵素はエキソグリコシダーゼであり、動作の非還元末端に位置する担当のみに対して作用する。この初期のトリミング段階は、小胞体内でタンパク質のフォールディングを監視する品質管理段階として機能すると考えられている。タンパク質が正しくフィールディングすると、動作の末端のグルコースがグルコシダーゼ I 通によって除去される。 最後の3番目のグルコース残機の除去は、糖タンパク質が小胞体からシスゴルジへの移行の準備が整ったことのシグナルとなる。また、小胞体のマンノシダーゼによって一部のマンノースの除去が触媒される。しかし、タンパク質が適切にホールディングしていない場合は、グルコース残機は除去されず、糖タンパク質は小胞体から移動することができない。 シャペロンタンパク質がホールディングしていないタンパク質や部分的にホールディングしたタンパク質に結合し適切なホールディングを助ける。次の段階はシスゴルジでの登山期の負荷と除去である。これらの就職はそれぞれクリコシルトランスフェラーゼとクリコシダーゼによって触媒される。シスゴルジでは一連のマンノシダーゼによってス一にグリコシド結合で結合した四つの マンノース残機の一部、または全部が除去される。ゴルジカラダの中間層では、グリコシルトランスフェラーゼによって、動作のコア構造に、搭残機が付加され、高マンノース型、複合型、混合型動作と呼ばれる三つの主要なタイプの動作が形成される。動作の三つの主要なタイプ同様の N、結合型動作線合成経路は、幻覚生物にも見つかっている。 細菌や個細菌での最終的な投査構造は、新核生物の小胞体で作られる初期線具体と大きな差異はないようである。一方で、新核生物では、線具体投査は、細胞表面に向かう途上で広範囲にわたる就職を受ける。N? 結合型投査は内的な機能と外的な機能の双方を有する。免疫系においては、免疫細胞表面の N。 結合型動作は細胞の輸送パターンの指示を助ける。例えば皮膚へ移動する免疫細胞は皮膚へ選択的にホーミングするよう特定のグリコシル化が行われている。イゲ、イム、イガ、イグを含む様々な免疫グロブリンのグリコシル化パターンは FC や他の免疫受容体への親和性を変化させ、それぞれに独特なエフェクター機能を付与する。 糖作は事故と非事故の識別にも関与している可能性があり、様々な自己免疫疾患の病理と関係している可能性がある。N、結合型グリコシルカの変化は関節リウマチ、1型糖尿病、クローン病、ガンを含む様々な疾患と関係している。N、結合型グリコシル化に関与する18の遺伝子の変異はな疾患の原因となり、 その大部分は神経系に関するものである。上司されている治療用タンパク質の多くは抗体であり、N 結合型糖タンパク質である。エタネルセプト、インフリキシマブ、リツキシマブはこうした N 結合型グリコシル化がなされた治療用タンパク質の例である。人と動物細胞で産生される糖鎖の際、人細胞はネウモ GC のキャップを書く。 製薬分野における N 結合型グリコシルかの重要性は明らかに高まっている。細菌や酵母のタンパク質生産系は高周率で低コストという大きな利点が存在するが対象のタンパク質が糖タンパク質である場合には問題が生じる。大腸菌などの大部分の原核生物発現系は翻訳後就職を行うことができない。一方、 酵母や動物細胞などの真核生物の発現宿主は人とは異なるグリコシルカパターンを持つ。こうした発現宿主で生産されたタンパク質は多くの場合人タンパク質と同一ではなく、そのため患者で免疫反応を引き起こす。例えば、質外酵母、サッカロミセスセラビカは多くの場合だが万能型糖鎖を賛成し、これらは免疫厳正を有する。 超細胞や NS a 細胞などの皮膚と哺乳類、発現系は複雑な人型糖作を付加する装置を備えている。しかしながら、こうした系で産生される糖作は、人で産生される糖作とは異なる場合があり、例えば、人細胞は N アセチルノイラミン酸を含む糖作のみを産生するのに対し、こうした細胞はネウコエシーと N グリコリルノイラミン酸の双方でキャップされている。 場合がある。さらに、動物細胞は、ガラクトースアルファマイナス1、3ガラクトースエピトープを含む、糖タンパク質を産生する場合があるが、これは、アルファ、ガルアレルギーを持つ人にアナフィラキシーショックを含む、重篤なアレルギー反応を引き起こす、可能性がある。遺伝子ノックアウトによってこうした。 操作構造を産生する経路を消失させるなど、いくつかのアプローチによってこうした欠点は対処されている。さらに、人様の N、結合型動作を持つ、治療用糖タンパク質を産生する、要、発言系の遺伝的改変も行われている。こうした、発言系には、ピキアコーボピチアパストリス、昆虫細胞株、植物、細菌のものも存在する。ありがとうございます。